どうもビッグママドラマーのビスタンです。今日はなんとですね、今あそこ目の前に見えております渋谷ツタヤの一日店長を僕が務めさせていただきます。ビッグママの最新リリースレッドイットビートのリリース記念のイベントということで僕が伺わせていただくんですけれども、僕だけなんですよ今日伺うのが。しかもよりによって雨男どころかね、雪男、アーシャ撮影の日も未曾有の大雪が都内で降ったし、今日ももう春先なのに予報が雪で、もう散々なんですけど、だからもうみんな来ねえんじゃねえかなと思ってめちゃくちゃ不安で震えておりますが、まあとにかく今日はそんな不安も含めて、イベントの様子を楽しくお届けできればと思います。それでは行ってみよう。楽屋に入りました。今降りてます。身だしなみ、笑顔。お願いします。ああ、大事ですね。お願いします。めっちゃワクワクしてるわ。どうしよう。大丈夫。店長就任できないと思って。じゃあ行きましょうか。お願いします。ご来店ありがとうございます。寒かったね。びっくりするよね。僕のせいなんだわ。そう、ありがとう。気をつけて帰ってください。いらっしゃいませ。店長になってよかったよ。じゃあね、はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。左です。あ、何この感じ。まずお尻。またこう。レジュメ見て。番でね、出せたことが今までなかったんですけど、初めて今回出せて、やっぱり展開してもらうとか、インスタやらせてもらうすごく夢だったんで、
本当こんなに愛を込めて紹介していただけるってめちゃくちゃ嬉しいです。光栄です。こんな姿ですけど。ありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。